井原嵐忠夫は、日本中央競馬会立党トレーニングセンターに、所属する、調教師で、元騎手。1973年に、田所秀夫級者より、騎手デビュー。初騎乗は、同年3月4日、阪神競馬第7競争のミスクロンさんで3着。初勝利は、同年3月24日の阪神競馬第9競争のセンタービバーであった。 1977年に清水久夫旧社に移籍し、騎手引退まで所属する。1984年の中日新聞杯をアスコットエートで制して、重傷初勝利。1990年のラジオ単派杯3歳、ヒンバステークスを磯ノルーブルに騎乗して優勝。その後はクラシックでの勝利が期待されたが、 翌1991年のエルフィンステイクスを勝った、後、松永美紀夫に乗り換わりとなり、クラシックで起乗することはなかった。1993年に調教師免許を取得、騎手を引退して調教師へと転身した。翌1994年に旧社を開業。初出走は、同年3月12日中京競馬第8競争の、タイウンザーで14着。 初勝利は、同年7月2日、札幌競馬第一競争の日報ダイヤで、延べ16頭目であった。2005年の阪神ジュベナイルフィリーズを、T.M. エムプリキュアで制し、長教師としての重賞初勝利が、G1 競争でとなった。太字は、門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。